はい、今回はですね、エラハリを直す方法をお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も老化もないだとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、これもですね、結構女性でもですね、エラハリっていうことで、ね、悩んでいる方が非常に多いんですね。僕のね、コメント欄とか LINE アットの方にもですね、エラハリの直す方法を教えてくださいとかですね、エラが張って硬いんですけど、ここのこのここが硬いんですけどどうしたらいいですかとかですね、そういう質問をたくさんいただいているんで、今回もね配信していきたいと思います。でこれはですね、原因としてはですね、やっぱり歯ぎしり、ね、寝てる時に歯ぎしりをしてしまうっていうことが一つの原因だと思うんですけど、そのそもそもですね、寝てる時に歯ぎしりするっていう理由はですね、まあ、ストレスと言われてるんですね。まあ、日頃のですね、生活のストレスっていうのも解消していかないといけないと思うんですけども、まあ、その解消も合わせてですね、やっていていただきながら、僕はですね、そのエラ張り、その歯ぎしりを極力を抑えていく、極力しないためにもですね、この筋肉と、この横の筋肉ですね、ここの、ですね、セルフケアをお伝えしていきたいと思います。でいつも使っているこの整体スプレーですね、炭酸整体スプレーも使っていってほしいんですけども、なければですね、まあ、化粧水だったりとかですね、使ってほしいと思います。直接ね、こう肌に触るんで、赤くなったり擦れたりしてですね、痛くなったりするのも嫌なんで、こういうですね、化粧水、美容液、乳液などなど使ってください。で僕はですね、これ使っていきたいと思うんですけども、こう顔に一周かけてですね、こう喋ってる間にですね、炭酸が、皮膚からこう浸透していって毛細血管を拡張させていくっていうことですね。血液を拡張させていくことによって、リンパの流れが良くなったりとか、凝り固まっている硬い筋肉のところまで血液が流れやすくなるんで、効果が出やすくなるっていうことなんですね。はい、前振り終わりました。前振り終わりましたんで、今からやっていきたいと思います。でですね、こういう感じでなじませてください。パパパッとこうね、化粧水をね、なじませるような感じでこう炭酸をなじませてほしいんですけども、一つですね、やっていきたいんですけど、順番にやっていきましょう。でですね、まずこの抗筋っていう筋肉をまあ触っていくのが一つと、この横の側頭筋っていうこの筋肉ね、この筋肉を緩めていくっていうのと、あとこの顎のね、この内側にこれ僕、エラ張りの時にもね、僕自分の施術でも使うんです。この顎のこの下のこの指がね、こう入ってるところ、ここに指をがっちり入れて、こう、この内側の筋肉を抑えていくっていうのもあるんですけど、この3つと、あとはリンパ流していくっていうね、ちょっとそういう工程でやっていきたいと思うんですが、まずですね、この抗菌を当てていきたいと思うんですが、口をちょっと半開きにしてですね、こういう感じにして、こう、指でですね、こうつまんでてほしいんですけども、この、筋肉ってですね、あ、ちょっと当たった。ちょうどありましたよ。おっと。これですね。これ。この青いところ、これ抗筋っていう筋肉なんですね。で、これもですね、この下、骨の下のところと、この上のですね、この胸骨、こっちは見えないな。これ剥がしましょうか。剥がしたら、ちょっと骨を剥がすとですね、上のこの胸骨のこの頬の骨ですね、頬の骨の下のところにもこの筋肉がこうつながっている、結構大きいんですね。こういう感じで、こういう感じで筋肉が大きいんですけども、まず下の方、この下の方ですね、ここの下の方をね、触っていただきたいと思うんですけど、この顎の延長でこうグッと押すと、結構グリグリってこうやってやってください。こうつまんでも結構なんですけど、まずこの筋肉のね、当たっている場所を確認してください。この下顎のこの骨の延長でこのグッて噛んだら、グッて噛んだら出てくるじゃないですか、筋肉。グッて。ここなんですね。ここをグリグリとこう左右ね、こういう感じで動かしてください。結構これ痛いかもしれません。顎のその歯ぎしりであったりとかですね、ストレスが強い方はここすっごい硬いんで、これをですね、10秒ぐらいやってください。こう、1、2、3、4。ね、ちょっと10秒ちょっと数えれないですか、これグリグリグリってやってください。でこれもね、左右ね、両方ね、片っぽずつやってほしいと思うんですけど、僕今日は、ね、左をやりたいと思います。あ、結構痛いですね。はい、やってください。で次、胸骨のこの上ですね、この胸骨があって、この中にあるんですけど、この下ですね、骨の下のところからグーッとこういう感じでやってほしいですね。はい、こういう感じでやってください。こっちはあんまり痛くない人もいてるかもしれないんです。これね、結構凝ってる方もおられるんで、ちょっとね、痛気持ちいい感覚でやってください。痛かったら無理しないでくださいね。で、これをやって、次真ん中、筋肉の中央、触ってください。これは指をこう、つまんで、と揺らすような感じ。はい、こういう感じでやってください。これも10秒ですね。はい、10秒やってください。よろしいですか。これで10秒やってくださいね。で、これだいぶ今、口が開きやすくなったんですけども、次ですね、ここ。側頭筋という筋肉ですね。ちょうど iPad もあったんで、この、こうですね、この青いところをですね、めがけて指を2本か3本でですね、こういう感じで指をこういう感じにしていただいて、こう、くまなくこう、
グリグリと上下でも左右でもですね、動かしてほしいと思うんですけども、これからね、こうくまなく触ってください。これもね、10秒ぐらいをね、やってほしいんですけど、当たりが悪かったら10秒か15秒ぐらいね、こういう感じでこう、やってください。で、やるときにですね、この頭のね、頭皮が動いてるの、あ、これ当たってるなーって感じで、当たってなかったらこう、あんま動きが悪いんですけど、ぐっと押さえて、ぐるーってやるとこう、動いてるじゃないですか。これをね、ちょっと意識してやってください。はい、結構ね、この側頭部もね、硬くなると、この、噛み合わせとかも悪くなってくるんで、ここも要注意です。はい。で、やりにくかったらですね、こう上下さやりにくかったらこう回すような感じも結構なんで、やってみてください。こういう感じですね。はい、いいですね。だいぶ僕柔らかくなってきました。結構痛かったんですけどもね、痛かったんですけども、やって柔らかくなってきました。で、次ですね、さっきの言った顎のこの内側ですね。こう施術の時に僕ね、顎のこの中にね、指入れていく感じでやっていくんですね。こう、1、2、3、4、5って感じで。で、ここの最後のここですね。一番ここに指を入れていただいて、この親指の先を外側にグッとちょっと押してほしいんで、こういう感じで、こういう感じで押してほしいんですね。押したら結構痛気持ちいい感じで、これでね、10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じで、おーって感じで。結構ね、痛気持ちいい、これね、ここがエラが張ってる方は非常に、痛いかもしれません。痛かったら無理しないでくださいね。こういう感じで指を引っ掛けて、この指先の、この指の腹はこっちに力を入れるような感じですね。はい。ここら辺に意識してください。で、これでグッと押して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。やってください。今これですね、10回ずつやったんですけど、ここ2セットから3セットやってみてください。で、最後ですね、いつもやって、最近ちょっと僕リンパにハマってるんですけど、リンパを流すね、方法なんですけども、これはですね、ここの今動きをやったんで、このね、後筋の筋肉の、アプローチをやったんで、ここですね、ちょっと動きが悪いんですね。はい。ここですね。ここの後筋っていう筋肉を触ったんで、ここのね、その下のこのリンパの方をね、さすっていっていただいて、あ、下から上にしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってやって、あとに次、この胸鎖乳突筋から鎖骨の方に、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。これで流してください。で、リンパの方はですね、あまりきつくやらなくて結構ね、さする程度で、これで、こんな感じでね、やってもらって、最後のこれで終了ということでなります。で、もしですね、あなたもですね、このエラ張りが気になるんであればですね、ぜひこれもね、寝る前にやっていただくとですね、朝起きたらですね、痛くないとかですね、結構ね、顎関節というか、この噛み締めて痛い方おられるんですよ。朝起きた時痛いとかいう方おられるんですけども、これをやるだけでもですね、次朝起きた時ずいぶん楽になるんで、ぜひ一度です、試してみてください。で、僕今、ビフォーアフター見たら、だいぶこっちの感じ。こっちがシュッとしすぎましたね。はい。まあ、これ OK なんですけど、あとで右をやっときたいと思います。ではまたですね、次回お会いしましょう。さよなら。